下風呂温泉は、青森県下北郡風間浦村下風呂にある温泉。下北半島最北端にある大間温泉、桑畑温泉に次ぐ、本州で3番目に北に位置する温泉である。厳選位は3つある。津軽海峡に面する海岸沿いの山肌に、大湯、荒湯という2つの共同浴場のほか、旅館や民宿が立ち並ぶ。共同浴場は、 湯船が深く埋め込まれ、昔の銭湯を思わせる素朴な造りとなっている。温泉街では2005年7月1日より、湯巡りという湯順手形が発行されていて、湯巡りを楽しめる。温泉街には未成線である大間線の遺構が多く残り、海峡メモリアルロードとして遊歩道を整備されている。温泉名は、この地域のことをアイヌ語で臭い岩を意味する。 シュマフラと言っていたことに由来する。室町時代からの歴史を持ち、交渉年間の地図には湯本との記載がされている。当時は、東照に効能がある温泉として知られていた。1656年には、南部半半市南部重信が入島している。古くは、西漁師の当治場として栄え、現在は、イカ漁の行われる漁港として、温泉街が成立している。 今でも夏から秋にかけて、イカ釣り漁船のイサリビを見ることができる。井上康氏は1958年3月、この温泉地に滞在、取材して、小説、海峡を執筆し、作品の舞台にもなっている。井上が2泊した長谷旅館は、海峡の宿として知られ、近くの漁港には1989年、井上を招いて、文学費が建てられた。 長谷旅館の廃業後も、井上が投縮した三号室を見学するファンが多かったことから、2019年1月の解体時に、部屋の部材や机、座布団を村が引き取って保管。長谷旅館跡地で2020年7月に開館予定の温泉施設に再現することを予定している。また、水上勤務、木が海峡の舞台にもなり、この作品は映画化もされている。 ありがとうございます。